三重県松阪市飯南町には稲荷山公園があり桜の名所になっています今から半世紀ほど前に染吉野を地元の人たちが植えました桜のトンネルを抜けて長い石段を登っていくと車が見えてきます子どもたちは春休みなのでブランコで遊んでいるのが見えます伊勢三山の白井山のふもとには日本の棚田百選の深野の棚田が見えてきます 河口岩の石垣は石の芸術と呼ばれています。ここは日本にある古くからの素朴な信仰が根付いているところです。稲荷山の下には田畑が広がっています。神は春に里に降りてきて北条を約束してくれます。秋には深刻を召し上がっていただき、里人の感謝を受けて山に帰られます。山眠り、山凍る冬。山に入ることは許されません。 神々が眠るミネ,ミネに入ることは、安らかな眠りを妨げることになります。厳冬の季節、桜は寒さと強風にひたすら耐えています。桜の木の皮は桜色に染まります。桜の木は、気またたいで桜色になっているのです。それが、春風と暖かい雨と共に冬に充填されたパワーが一気に爆発して桜色の花びらに変わります。それを古代の人たちは、 燃えずると表現しました。寒かった冬は終わり、暖かい春が来ます。神々は里に下りられ、人と共に暮らされます。すべてが喜びに満ちた季節の到来です。いかに時代が変わろうと、桜はここに咲き続けるでしょう。そして、春の到来と共に神々は里に降臨し、北条と共に秋には山に帰られる。 そんな神々と人々の営みが繰り返し繰り返し続けられていくのでしょう。どうしたらこの美しさをかけるのでしょう。今日はカメラでは無理です。それなら言葉で表現するしかありません。梅から始まり、桃が咲き、桜と続きます。梅は一つの花から一つの花が咲きます。桜は一つの花からいっぱい花をつけるので豪華です。 私は桃が好きですけど、桜といえば、伊勢物語に登場する有原の成平が桜をこのように歌っています。世の中に、耐えて桜の中にせば、春の心は、のどけ絡まし、この世界に全く桜がなかったら、春の心はのどかなものになったでしょうに。宴会の中で、藤原氏の繁栄を願う歌を求められて読みました。 成平は文則天皇の大長をじただ高志神皇に仕えていました。皇太子になるのも間もなくです。そうなれば大臣の座も見えてきます。その時、藤原良んの娘がただ仁志神皇を産みました。文則天皇はわずか8歳のただ仁志神皇を皇太子にしてしまいます。成平の将来は一気に閉ざされてしまいました。 自分の未来を奪った藤原氏の繁栄を歌にしなければならない。夢なのか現なのか、ありえないことが現実には起こっています。その激しい葛藤の中で、成平は桜の美しさから一歩身を引いて、この一句を読みました。桜の美しさや春ランマンそのものを読めば、千年の時を超えて、この歌は残らなかったでしょう。 それは深い深い漆黒の地中の中で純粋に透明に結晶した高石のようなものです。はるかなる時空を超えて、成平の31音は今を生きる私たちの心に直に伝わってきます。それは漆水の中でなお今を生きようとするひたむきな心なのかもしれません。そんな人の営みを知らないで、今日も桜は美しく咲いています。